こんにちは、丘の上のみぽりんです。今回の動画は掛川市にある遠江の国の一宮音のまま八幡宮をご紹介します。一宮とは一番格式が高い神社です。音のまま八幡宮は以前ご紹介した粟ヶ岳山頂を守るための結界の一つとされていて、戸隠神社、諏訪大社、分杭峠、阿波和神社を結ぶレイライン上にあり、ゼロ磁場が存在するパワースポットとして人気の神社です。ウォーターボーイズ2のロケ地としても有名みたいですね。言葉のままに願い事が叶う言霊の神社として古くから信仰されている神社で、創建は不明とされていますが、枕草子や北条記でも音のまま八幡宮のことが読まれている由緒正しき神社です。音のまま八幡宮の神様は音の町姫の御事で、言葉の力で天地人を結ぶ神様です。そこから言葉のままに願いを叶えてくれる神様と言われています。私は言霊を大事にしているので、ずっと来たかった神社です。今回の動画では拝殿と本宮参拝時に光の存在が姿を見せてくれました。見ていただいた方にも御利益があることを願って編集しましたので、ぜひご覧ください。また参拝後には人気の掛川のアンティークカフェロードをご紹介しますので、最後までお楽しみください。こちらは平成30年の台風24号により倒木した夫婦杉です。夫婦杉はもともとは2本の木だったのが、いつしか根がつながって1本になったという奇跡の御神木です。境内の清らかで澄んだ空気、伝わりますでしょうか。樹齢1800年の太くて大きいクスノキです。このクスノキには幹に耳のような部分があり、神様が参拝者の声を聞いてくれると言われています。ありがたいことに触れることができます。それでは手を清めて参拝スタートです。
ということで、続いては秘境感が満載の場所にポッと現れるアンティークカフェロードさんのご紹介です。渓流の音を聞きながら進みます。独特な雰囲気に期待が高まります。教えてくださった視聴者様、ありがとうございます。お店は牛舎を店主がリフォームしたそう。目の前がせせらぎ、贅沢。にゃんこ発見。わー、素敵な店内。メニューですが、スイーツ系とドリンク類がとっても充実していました。ね、バニーにも美味しそうだけど、カレーでオリジナルカレーを一つお願いします。素敵なところなんだ。猫ちゃんが机に登ってます。白猫ちゃん、猫好きにはたまらないですね、このカフェは。こんなレトロなものがいっぱいあって、これって昔の髪の毛あるやつですよね。素敵な世界観、ここに来ないと味わえないような。オーナーは XJAPAN が好きなんでしょうか。こちらにも素敵な席が広がってますね。すごいですね、自然と一体となって。ほんと真横を小川が流れていて、せせらぎの音がめちゃめちゃ気持ちいいです。カレーはこんな感じで美味しそうです。はい、15穀米で炊かれているので、もうバッチリ体にいいカレーになって、小鉢もついていてで、小鉢、あ、なんて素敵な空間なんだろう。生きててよかった。ちょっと席の目の前にお客さん座っちゃったんで移動しました。いただきます。もうスパイスの香りが鼻に似てますね。16穀米のプチプチしたご飯の食感もとっても美味しいです。お豆がたくさん入ってるので、ほんと体に優しいって。私の好きなノラジョーンズが流れてて、すごい心地いい空間です。目の前の景色、こういう感じで緑が目の前にあって癒されます。こんな道を下ってきて、こんな素敵な空間があるなんて思いもしないので、誰かサプライズ連れてきたらすごい喜ぶと思います。びっくりして、ほんと秘境って感じです。ご飯とカレーのバランスバッチリでした。ぴったり食べ終わった。ごちそうさまでした。というわけで、動画は以上になります。不思議な世界を体感できて、とってもリフレッシュできました。これからも素敵なスポットをどんどんご紹介していきますので、チャンネル登録といいねお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。ヤギがいた。つながれてないから自由にこの柵の中を生きてるんだね。すごい不思議な世界、楽しかった。